武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年明治大学情報コミュニケーション学部の文系数学の勉強方法について話していきたいと思います。明治大学情報コミュニケーション学部の試験時間は60分間で、配点は100点満点の試験になります。文系数学の出題の大問形式なんですけども、全部で4題出題されており、1題目2題目が必ず解かないといけない問題で、3題目以降なんですけども、3,4,5 の中から2題は解いてもらって、1題は解かなくていいっていうような選択式の問題になっていました。で、1番目と2番目の大問に関しては、これはもう全てマーク式の問題になります。なので、その回答を選択肢から選んでいく、回答をマークすれば、得点できるという問題で、途中式や記述に関しては見られない出題になっていました。で、3番、4番、5番の中から2題を選んで、回答する問題に関しては記述形式の問題になるので、途中式であったり、記述の日本語での説明であったり、そういったところも含めて採点されるというつもりで、解いてもらえたらいいかと思います。で、問題のレベルなんですけども、どちらかというと、そこまで難しくない典型的な問題が出題されている傾向でした。なので、武田塾でどのように対策をしていくかというと、まず最初に基礎問題成功といった数学の参考書で基礎を徹底的に固めていきます。で、その後、文系の数学重要事項完全習得編、文系数学実践力向上編、この2冊で、マーチレベルの参考書のレベルまで引き上げて対策をしていくことになります。先ほどの3,4,5 から2題選ぶような問題も、文系の数学重要事項完全習得編と実践力向上編、この2冊をしっかりやっておけば、問題を見た時に回答のプロセスが思いつくかと思います。それぐらい、よく出るパターンの問題が出題されていますので、参考書のやり込みが、得点に反映しやすい傾向になっていると考えてください。なので、参考書をしっかりやって、問題文を見た時に問題の解くプロセス、この問題はこうやって解くんだっていうのが見た瞬間に思いつくかどうかっていうのがすごく重要になってきますので、参考書をやるときはただ答えが出せるだけじゃなく、その参考書の問題文からどういう式を組み立ててどういうプロセスで解いていくかを言えるようにしておいてください。それが一番の対策になるかと思います。なので、1番2番の小問集合のマーク式の問題はできるだけスピーディーに処理をしてミスなく回答しきる、で3番4番5番の中から2題選ぶ記述式の問題は典型的な問題なので、見た段階である程度の解くプロセス方針を言えるぐらいまでになっておくと、かなり高得点が期待できるのではないかと思います。今回は以上です。